皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。2022年中学1年生の英語6月テストの復習、今回6回目、6月テストの復習は今回が最後になります。次のような時、英語でどのように言うか書いてみましょう、こういう問題です。英作文ですね。括弧1、自分はサッカーファンではない時、サッカーファンではない、これ否定文ですよね。否定文を作る時のルール覚えていますか？もしその文が B 動詞を使っている文章だったら、 B 動詞の後ろに not、 これを入れますよね。それから一般動詞の文章だったら、主語の後ろに don't または doesn't、 これを置いて動詞を原型にして否定文を作る。can のような助動詞の文章だったら、 can の後ろに not をつけて、これ否定文にするんでしたね。ですからまず肯定文、私はサッカーのファンです、この言い方を思い出してみましょう。これは I am a soccer fan、 または短くして I'm a soccer fan、 こうなりますよね。動詞は B 動詞、つまり am を使っていましたね。この場合 B 動詞の文章は否定文にするとき、 B 動詞の後ろに not を入れるので、I am not a soccer fan、 または I'm not a soccer fan、 こうなるんですね。ですから I'm にしましょうか。 I'm not a soccer fan、 I'm not a soccer fan、 ね、これで自分はサッカーファンじゃないよという意味の英文が出来上がりました。2番です。自分は野球をしないと伝えるとき、これしないんですから、これも否定文ですよね。じゃあ元の文章、じゃあ私は野球をしますだったらどうなるかと、野球をするのをするというのはプレイを使いましたら、 I play baseball、 I play baseball、 これ一般動詞ですよね。で主語は I ですから、主語の後ろにドンとを入れて I don't play baseball、 I don't play baseball、 これで否定文が出来上がりますね。 I don't play baseball、 I don't play baseball、 これで自分は野球をしないよと相手に伝えることができるんですね。3番、相手に日本語が話せるか質問するといいですね。何々することができるというのは can を使いましたよね。で主語が何であっても主語 can、 動詞は原型でした、ね、元の文章は相手にね、日本語を話せるかどうか質問するんですから、あなたは日本語を話すことができますという文章から考えていきましょう。 You can speak Japanese、 You can speak Japanese、ね、こういう文章になりますよね。これを質問の文章に変えるときには can、 このできるという助動詞、これを主語の前に出して、 Can you speak Japanese、 Can you speak Japanese、 こうすればいいんでしたね。ね、Can you speak Japanese? クエスチョンマークつけるのを忘れないようにしてくださいね。 Can you speak Japanese? あなたは日本語を話すことができますか、ね、こうやって相手に聞くんですね。4番、 Ms. Brown、 ブラウンさん、女性ですよね。このミズ・ブラウンさんが自分たちの英語の先生だというとき、ミズ・ブラウン is、 ここまでいいです。でその後ろ、私たちの英語の先生、この私たちのっていう単語、これね忘れちゃってる人多いんです。これ表で多分 I, my, me、 You, your, you、 He, his, him、
シーハーハーなんて習ったでしょ。この We の部分、私たちはの部分ですね、これはどんな変化をしてたか。 We, our, us、 こういう変化をしたね、多分そうでしょ。この2番目に来るところ、これが何々のって、 I, my, me の my だったら私の、 You, your, you の you だったらあなたの、 We のところで We, our, us の our、 これが私たちのという意味になりますよね。この変化しっかり覚えちゃっておいてくださいね。これからどん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 出てくると思います。ですから Ms. Brown is our English teacher、ね、Ms. Brown is our English teacher、 これが答えになるんですね。 Ms. Brown is ourEnglish teacher。 Ms. Brown is our English teacher、ね、皆さんこの英作文ではね、やはり英語を実際に書かなきゃならないんで、スペルを書く練習は普段からしておいてください。今回は、中学1年生の英語6月テストの復習の6回目、6月テストの復習は今回が最後になります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。